皆さんこんにちは。動きのコツ研究所の西川です。今回は麻痺した手が握り込んでしまってなかなか指が開けないような方に対してのリハビリの動画になります。前回の内容覚えてられますか？伸ばそうとした時についつい力んでしまって逆に伸びにくくなったりしていませんか？前回の内容ではいい方側の手を参考にしながら握り込んだところから広げる時にどんな感じがしているかを確認してからやるという内容でした。握り込んだところから指が開くときにはふわっと温かく感じたり、シワが寄ってしまったものが解放するように伸びていく感じというのがいい方で感じられるかもしれません。ですので麻痺側でも一度それを確認していただきたいんですが、今回はそれでもうまくいかない方、ちょっと課題を変えてみましょう。前回は空間でやったり手を持って練習してたかと思います。今日はですね、麻痺側の太ももに乗せながらやってみましょう。もう一度いきますね。前回の内容をおさらいしながら、指が広がるときにはふわーっと伸びていく感じでしたね。無理に引っ張ろうと思うのではなくて、ふわっと温かくなるような感じで、ゆっくりとやってみてください。もし麻痺側の足の方に乗せられないというような方は、いい方に乗せていただいても構いません。その際も無理に引っ張ろうと思うのではなくて、ふわっと広がる手を感じるようにゆっくり伸ばしてみてください。実践してみて、初めよりも少し指先が広がったり温かく感じたら大成功です。そのような方は次、前の動画に一度戻っていただいて、もう一度練習してみましょう。それでもうまくいかないなというような方も諦めないでください。次により詳しい動画がありますので、そちらを実践してみてください。